The Hanya mask in Japan is a mask used in no theater representing a jealous female demon. It possesses two sharp bull-like horns, metallic eyes, and a leering mouth. As to the origin of the name, Wikipedia writes that the name Hanya is a Buddhist word. One tradition states that this name was given to this mask because it was the name of an artist monk Hanyabo who is said to have perfected its creation. An alternative explanation is that the artist would need a great deal of wisdom in order to create this mask or etc. について一説には般若坊という僧侶が作ったところからその名がついたと言われています。あるいは源氏物語の中にも怨霊として出てきます。能では葵の上や道成寺、黒塚などで般若の面が用いられていますが、その般若の面いろいろと謎があるようです。広志林Hamama City, Japan。 この般若の面で気になるのがやはり角ということになります。で、あのルカ・シニョレリもその角を自分の絵画の中に描いています。この赤枠で囲った部分ですけども、この向かって右側の人物ですけども、この人物はどう見ても女性顔なんですよね。手もどこか華奢ですし、顔つきも女性顔ということになります。となると般若も基本的には女性をモデルにしているそうですから、まあ偶然の一致と片付けるにはちょっとこう抵抗があるということになります。左がシニョレリの書いた角のある、まあ女性ということになります。右が角のある女性の般若ということになります。コンセプトが大変よく似ているということですね。で、なぜ気になるかと言いますと、言うまでもなくルカ・シノレリはレオナルド・ダ・ヴィンチと一人二役の芸術家であったからです。ダ・ヴィンチより7歳年上でしたが、ほぼ同じ頃活躍した芸術家ということになります。そのルカ・シニョレリですが、左がルカ・シニョレリの自画像と言われている像です。先の絵の中に隠し込まれていました。で、この人物と右のレオナルド・ダ・ヴィンチと比較してみるとですね、全く同じです。鼻の高さとひげを除いて全く同じです。年は7歳の差がありますから、ルカ・シノレリの方が7歳年上に描かれています。目尻のシワ、あるいはまぶたのたるみなどにそれが表現されています。それ以外は全く同じなんですね。で、ダ・ヴィンチの鼻をシノレリにくっつけ、ひげをくっつけてみると全く同じ顔になるということです。貼り付けてみてもやはり同じということです。つまりルカ・シニョレリとレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり、まあ、神の代理人であるレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役の芸術家だったということになります。ということで、直接的な結びつきを証明する証拠はありませんが、しかしただ単なる偶然の一致と片付けるにはどこか無理があるように思います。なお能はですね、それ以前は猿楽と呼ばれていましたが、
室町時代にですね、観阿弥、そしてその息子の世阿弥によって完成されたと言われています。つまり時期も先のですね、ルカ・シノレリの時代と一致するということです。何かその向こうに大きな謎が隠されているように思います。というのも、この角のあるですね、般若面というのは空想や想像でできる、つまりは嫉妬に狂った女性の顔ではないと私は考えているからです。Many wise men have written as follows. Don't judge people by their appearance or their looks, because what you see is what they want you to see. Looks often can be deceiving. So is about God we see. Then, what do you think about these two gods?One is so beautiful and elegant, and another one is so ugly and awful. 賢人たちはこう書き残しています。人を見かけや外見で判断してはいけませんよと。なぜなら、あなたが見ている部分は彼らがあなたに見てほしいところのものだからです。外見は得てして人を欺くものですよね。神々もまたしかりで、あなたはこの二人の神をどう思いますか。一人はあまりにもエレガントで美しいですが、もう一人はあまりにも醜くひどいですね。広し林浜松シティ、ジャパン。角を持ったイエス・キリストの話をします。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの絵です。イエス・キリストです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされています。このイエス・キリストの絵の中に角が描かれていました。隠し絵、騙し絵の手法です。この部分に注意してください。明るくしてみます。すると髪の毛が現れます。で、180度回転させ、そしてこの髪の毛に着色してみます。髪の毛ですよね。左も着色してみました。よく見てください。髪の毛が螺旋形にぐにゃっと曲がっているのがわかります。で、顔を反転させますと、イエス・キリストの頭には角があるということになります。同じような角をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。この丸い部分にそれが描かれています。拡大してみます。一般には羊と言われていますけども、これは羊の顔ではありません。白黒を反転させてみます。するとこういう動物らしきものになります。
これは何かということですね。同じような動物をサバジオスの手の、その手の中に見ることができます。上がサバジオスの手です。そして同じような動物をレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がアンギャリの戦いの絵の中に描いています。これらの角を比較してみてください。そして同じような角を持った神が言うまでもなくバフォメットということになります。バフォメットの角を見てください。そして比較してみてください。一番左がバフォメット、左から2番目がダ・ヴィンチが描いたイエス・キリストの絵、そしてその隣上がサバジオスの手の中の動物、そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたアンギャリの戦いの中に描かれている動物、そして右がミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描かれている奇妙な動物ということになります。これらの絵を逆に順を追ってみると、もう結論はお分かりですね。バフォメットイコールイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストからのメッセージということになります。ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブアノルティなどの操り人形を使って自らのアジェンダを人間に示しました。その上に当然君臨するのが1500年後のイエス・キリストということになります。この絵そのものは一応アンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた絵とされていますが、私林博士は1500年後のイエス・キリスト自身の自画像であると判断しています。最後にもう一度考えてみてください。人は見かけや外見で判断してはいけません。同じように神もまた見かけや外見で判断してはいけないということですね。となると、なぜイエス・キリストはあえて右のような醜い神に自らを描いたかということです。つまりそこに1500年後のイエス・キリスト自身の深い人間に対するメッセージが込められているということになります。言い換えると1500年後のイエスはあえて自らをこのような姿で表現することによって真の教えを私たちに伝え残したということになります。繰り返します。神を見かけや外見で判断してはいけないということです。Bye for now.